相手が急に変わったっていうことやけど、まあ、一時はもう試合しないっていう感じにまでなってたんですけど、まあ、その時にはもう誰がリングに上がっても同じっていうか、そういう気持ちやったんで、とりあえず自分のボクシングするんだっていう気持ちでずっと練習してたんで、別に問題ないですね。まあ、それはぶっ倒しに行くのは変わらへんねんけど、その中でその今までそれなんていうかね、まあ、今回違うっていうかね、まあ、ちょっと上手くなったところを見てもらいたいかな。まあ、噂は、まあ、かなり強いと、ましてやメインなんで、それだけの選手なんで、まあ別にけど相手は誰でも別に自分のやりたいようにやるだけなんで、うん、別に強い人だからいいんですよ相手が。これより WBC イベント第1試合60キロ契約2分6回戦を行います。赤コーナー日本女子フェザー級1山木ジム所属ライカー。女子ボクシング中継、さあ最後にお届けしますのは注目のフェザー級1位ライカ対針谷美香の一戦です。橋本さん、この一戦の見どころはどこでしょう？そうですね、まずはライカ選手の成長度合い、それから針谷選手は初登場なんですけれども、総合格闘技をやっているということで、かなりハートとか体力とか強いと思うので楽しみですね。はい、山木ジム所属のライカと一方はフリーの針谷です。赤いグローブがライカ、青いグローブが針谷。さあ強烈なパンチ、まあ、この階級になりますと非常に一発一発のパンチが重みを持ってきます。そうですね、特にライカ選手は倒せるタイプですからね。はい、まあ、もう KO アーティストということを公言していますライカ、まあ、倒さなくては何の意味もないんだというような試合ぶりですもんね。そうですね、そういうこだわりは。左のストレート、今のいいですね。ジャブかと思いきやストレートですもんね。あっと針谷もここで前に出ます。総合格闘家ということもありまして、非常にその格闘技のセンスというものを感じます針谷。そうですね、かなりパンチにしても体の使い方動きいいですね。はい、まあ、ライカはこのプロの戦績が4戦して3勝1分け1KO、 やはり KO ハードパンチャーです。わっとジャブですか今のは。今回左いいですね。いいですね、このリードブローが非常に決まってます。かなり上達してますね。まあ、前回は3月の試合になりますが、菊川と非常にその苦しい試合を戦いましたライカ、まあ、そういった苦しい試合も一つ一つこの肥やしというんですかね。そうですね、まあ、そこで菊川選手に勝って名実ともにトップになったんで、はい、ここはもう負けられないですよね。その菊川は今アメリカで修行をしているとそうですねいうことになりますが、あっと危ない、針谷が少しグラッときました、膝にきました。今の効いてますね。効いてますね。一発一発のパンチに魂を込めるライカ、なんとかそのステップワークで重たいパンチをかわして懐に入りたい針谷です。左のストレート、ちょっとこれだけのパンチをもらうと針谷選手も攻め手がなかなか見つからないっていう感じですかね。ライカに全くこう一分の隙もないっていうんですかね。序盤は針谷もうまいところを攻めたんですが、徐々にやっぱりエンジンがかかってくればライカはやっぱりライカなんだなとですねいう感じがにじみ出てきます。さあ第2ラウンド、じりじりと前に出ます。なんとかそのステップワークでサイドからの崩しにかかりたい青いグローブの針谷なんですが、今のも重たいパンチをもらってます。さあと最後連打ワンツーワンツー、しかし前に出ます。このあたりその針谷の根性っていうんですかね、ですね、ひるまないですね。前に出ます。ライカのフックは空振り、はい、さあウィービングっていうんですかね、ちょっとこう小首をかしげながら、今のいいですね、はい、斜めにこう構えながら前に出ていきます。あっと針谷が少しバランスを崩しました。今度は反時計回りに回りながら相手を追い詰めていきます。何かこう蝶のように舞い蜂のように刺すというイメージではないんですが、あっと右の左のストレート、ガードが空いたところにすかさずパンチが飛び込んできます。ついてますね。はい、
して、まあ、チャンスと見るやラッシュワンツーこの辺りのコンビネーション見事ですね。そうですね。針貝もちょっと待ってガードが下がってます。あっと左サインの連打。さあこの辺りはブロックで逃れています。ライカそして細かいパンチショートブローを切り出していきます。針貝ちょっと防戦一本になったか。リングの中央ライカも少しこの辺り打ち疲れか。第2ラウンド残り30秒を切りました。やはり前半打ってますから終盤に少し打ち疲れという面が出ますね。ですかね。まあ、あの3月の菊川との一戦の時にもやはりそういった面が乱れたライカだったんですが、あっと大丈夫です。しかしここも反撃前に出ます。針貝選手の関東精神というんですかね、光ってますね。はい。さあここでクリンチ。もうあまり第2ラウンド時間ありません。ここでゴングです。このラウンドも橋本さんライカですか。ですね。少し疲れたような表情。一方のライカは何かこうまだ獲物を狙う鷹のような鋭い眼光を放っています。落ち着きありますね。はい。さあ第3ラウンドを迎えます。赤コーナーからライカそして青コーナーからハリガイが飛び出していきます。ライカ選手はそろそろペース もう完全に握っているので倒したいところですね。はい。まあ、前回は3月そして今回7月ということで間4ヶ月あったわけですが、この4ヶ月の間にライカはどこが一番成長しましたか。あのジャブでしょうね。ジャブですか。はい。落ち着いた相手の動きを見てリードから攻められる。それでいて もちろん迫力も十分ありますし、はい。さあおよそ120日の間にそのジャブに磨きをかけてきましたライカ。あとこのジャブです。ジャブのダブル。本人としてもやっぱりうまさもある程度見せながらっていうことを意識してるみたいですね。さあこの辺り押し込んでいきます。ラッシュライカのラッシュライカのラッシュ。あーっと膝が崩れた。ハリガイ膝が崩れた。これはスタンディングダウンということになりますか。取りましたね。取りましたね。ハリガイスタンディングダウンです。さあこれで2ノックダウン制なんでこれで仕留め切れるかどうか。さあここからが注目です。ライカハードパンチャー KO アーティスト。サイド連打。さあボディを打っておいてからそして顔面。このコンビネーションいいですね。いいですね。ジャブです。ジャブで相手の動きを止めます。相手の攻撃はしっかりとブロックしています。右のストレート、ね、今の一発で決まりました。左から右のコンビネーションでもう完全に狙う打ちの感じですね。針貝がたまらずキャンバスに仰向けにひっくり返りました。さあこの一撃これでまずスタンディングカウントが入って、はい、これですね。この右のストレート追い打ちが入って全く一歩の隙もないライカ完璧な勝利と言ってもいいですね。そうですね。今倒そうとして倒したっていう感じですね。ライカ3ラウンド1分15秒 KO 勝ちです。KO 勝ちおめでとうございます。最終ライブの針貝選手まだいらっしゃいますがいかがでしたでしょうか。それでは本日会場にお越しの皆様一言メッセージをお願いします。今日は、応援ありがとうございました。これがもう、まあ、まだまだ技術やテクニックは全然なんですけどこれからもっともっとトレーニングを積んでよりボクシングらしい試合をしていこうと思うんでこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ライカ選手でした。KO アーティストライカが見事